キの身勝手な行動が大惨事に。一週間ぶりに、こんにちは、どうもニアニーです。皆さん、この一週間いかがお過ごしだったでしょうか。一週間しっかりお休みをいただいたおかげで、仮面ライダーリバイスのガワコスが無事完成しました。また近いうちにリアルな初変身であったり、リヴァイのガワコスを使った動画とかもね、やっていきたいなと思ってますので、リヴァイのガワコス着てやってほしいこととかありましたら、カッコ室内でコメントよろしくお願いします。というわけで、本日放送されました仮面ライダーリバイス第9話、カゲロウ暴走、五十嵐兄弟崩壊についてお話ししていきたいなと思うんですけれども、このニヤニヤチャンネルのアナリティクスをね、見てみると、視聴者のなんと 84.6% がまだチャンネル登録をして見ていないということがわかるんですけれども、まあ俺は一匹狼で生きていくからチャンネル登録なんてしねえよって方は、まあ置いといて、特にね、何も気にせず YouTube をご覧になっている方は、ぜひこの機会にニヤニヤチャンネルをチャンネル登録していただいて、今後も見続けていただければなと思います。というわけでね、ちょっと本題入っていきましょう。ニヤニヤチャンネル、今回はちょこちょこ気になるポイントがあったので、そのポイントに絞ってお話ししていきたいなと思います。バイスの発言、僕はこの仮面ライダーリバイスの作品において、バイスの発言って超重要やと思っていて、伏線となり得ることをめっちゃ言ってると思ってるんですよね。それが今日であれば2回僕が気になる発言がありました。まず序盤のこのシーンなんですよね。大地の中にも悪魔がいたってわけよ、人は見かけによらないよねっていう風にね、言ってたと思うんですけど、この発言にすごい違和感があったんですよね。仮面ライダーリバイスを日頃から見ている僕らの認識っていうのは、悪魔は誰にでも宿っているって思っていることだと思うんですけど、このバイスの発言って、悪魔がいる人といない人がいると言っている感じがしなかったですか。これは先週僕がね、動画内で話したのと合わせると、今の元太には悪魔はいないよ、間抜けもいるよという伏線にも感じるんですよね。通常であれば、誰の中にも悪魔っているんだぜという感じでね、言いそうな気がするんですけど、それ言ってしまうと、じゃあ元太は今悪魔がいないですよねっていうね、あのことが後々言えなくなってしまうので、ここはあえてこういう言い方をしたんじゃないかなと僕は思っております。それをこれね、一気の中にもいたけど大事の中にもいたんやねって、あたかもたまたま悪魔がいたような言い方をね、しているのがすごく気になりました。あともう一つは、桜に向かって放った、お前の中にも恐ろしいものがいるかもよっていう発言なんですけど、これはもうほぼ確実に桜の中に悪魔がいるよっていうことをね、言ってるような気がして、でその悪魔がなんと史上最強の悪魔であったりとか、伝説級の悪魔がいるかもしれないですよね。まあ桜がね、変身するのはほぼほぼ確定的なので、どんな悪魔が登場するのか今から非常に楽しみです。ニヤニヤチャンネル、自分勝手な一騎。そして次のポイントは、今回これもね、2回あったんですけど、一騎の自分勝手なゲノムチェンジです。これはね、僕めちゃくちゃ危険やと思っております。今回あったのが、レックスからカマキリへとゲノムチェンジが行われたわけなんですけれども、このタイミングが非常に危険やったんですよね。今までのね、作品の仮面ライダーのフォームチェンジっていうのは、まあそれはね、自分勝手なフォームチェンジで全然良かったんですけど、この仮面ライダーリバイスではちょっと違うんですよね。それは一人で二人の仮面ライダーという点です。1話からね、8話までは結構リヴァイもバイスも一人の敵に対して二人で戦うことが多かったから、あまり気になってなかったんですけど、今日はちょっと別々に戦ってたり、デモンズとバイスが協力して戦うシーンが描かれましたよね。まず1回目のゲノムチェンジのシーンはこのシーンなんです。リヴァイはギフジュニア、バイスはブラキオデッドマンと戦ってたとこなんですけど、ここで一騎がね、カマキリバイスタンプを使用することで、一旦ブラキオはフリーになったわけなんですよね。
この時にまだ逃げ遅れた一般市民がいた場合、かなりの犠牲がね出ていたと思うんですよ。そして2回目はリヴァイ VS エビル、そしてバイスはデモンズと共に3体のブラキオと戦っているところでした。そしてまたね、一気のね自分勝手なタイミングでバイスタンプを使ってバイスを呼び戻すことによって、デモンズは1対3とかなり不利な状況で戦う羽目になっちゃったんですけど、今回は大事にならずに済んだんですけど、ここでバイスはまたジェンにしたの、もう自分勝手なんだからと言っていたんですけども、これもね伏線なように感じます。この2回ともブラキオをねフリーにしたこと、デモンズを危険な目に遭わせたことを一気は絶対気づいてないと思います。でこの自分勝手な一気の行動の犠牲になる人は今後絶対出てくると思うんですよね。それがヒロミなんですよ。これはね先週明らかになったことなんですけど、脚本の木下さんのツイートで分かったことがあるんですよ。それがヒロミは当初の予定では第1話のこのシーンで退場予定だったそうなんですよね。それが紆余曲折あり今に至っているようで、ヒロミの退場はね遅かれ早かれ描かれると思うんですよね。っていうのもですね、デモンズドライバーが一般販売ではなくプレ版限定なのも早めに退場するからだと思っていて、まあ時期的に言えばまあ僕はクリスマス前後で退場すると予想しております。そして今回はブラキオ3体でしたが、例えばそれがアギレラ・オルテカ・フリオの3人対デモンズ&バイスのような図で戦闘している時に、今回と同じように一機が自分勝手なタイミングでゲノムチェンジし、サンカム VS デモンズの完全不利な戦闘だと退場フラグビンビンしませんか？というわけで今後の一機のゲノムチェンジのタイミングにも要注目していきたいなと思います。ニヤニヤチャンネル、ビビリの大事。今回は初めてちゃうかな、五十嵐家の過去のストーリーが描かれました。それがかくれんぼしていたら大事が迷子になったというエピソードやったんですけど、その時に無事見つかった理由はビビって動かなかったのが良かったと元太が言っていましたけど、これがカゲロウから大事を救い出すポイントになると思うんですよね。今回もしっかりカゲロウにビビり倒す大事が描かれましたが、何もしないできないことがポイントになるんかなと思っております。これは一体どういうことなのかというと、悪魔と人間を分離する方法としてリバイスがライダーキックをすることがほんまにたった一つの方法だと言われているんですけれども、大事を救い出す方法もこのライダーキックが鍵になると思うんですよね。仮面ライダーエビルに向かって仮面ライダーリバイスがライダーキックをね放つシーンが絶対描かれると思うんですよ。その時にですね、大事の意志がちょっと強く出て回避しようとするカゲロウの足をね少し止めてまともにライダーキックを食らうといったシーンが描かれそうな気がしております。そして次回、これはね無事大事が解放されたんでしょうね、新ライダー仮面ライダーライブが登場ということで、どんな形で大事を救い出すのか今から非常に楽しみですよね。来週、11月7日の放送が あれ次週の放送が休止？何？駅伝だと？おのれ駅伝！ということで、仮面ライダーリバイスは、まあ、2週間後の11月14日までお預けですが、なんと1話から9話まで無料で見れるということなので、 TTFC 会員じゃない方はこれを機に復習してみたり、まあ見逃した回がねあればしっかりそのね回を見て、みんなでもっとね仮面ライダーリバイスのね詳しくなっていきましょう。そしてまあ友達にね仮面ライダーリバイスの面白さを伝えるいい機会にもなると思うので、1話から9話、まあ大体この9話3時間弱ぐらいで見れるので、リバイスをまだ見ていない友達にも進めてみましょう。そして11月7日は TTFC にて仮面ライダーセイバー三直シアター第3弾が公開されるということなので、あのシャドームーンが登場、そしてあの男もということで、来週リバイスの放送はありませんが、ニヤニヤチャンネルは稼働予定なので僕の動画をしっかりご覧ください。ということで本日は以上です。最後にチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。
本日の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたか。ああそうですか、よかったです。ということでですね、まだ高評価を押していない方はぜひ高評価を押していただいて、チャンネル登録もよろしくお願いします。また明日も楽しんでいきましょう。それではバイバイ。